はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のどんな色が好きのミュージックビデオについてですね。この曲は一般的な楽曲かと思いましたが、なんと作詞作曲は坂田修さんということで、お母さんと一緒の曲なんですね。まあファンであれば知っていたかもしれませんね。私があまりにも一般的な曲という感じがしたので、お母さんと一緒以外の曲かと思ってしまいましたね。それぐらい人気のある、みんなが知っている曲になっていますね。今回のミュージックビデオでは、お兄さんお姉さんがカラフルなクレヨンを持って歌って踊りますよね。とても可愛いので、皆さん何度も見直してみましょう。はい、今日はお母さんと一緒のどんな色が好きのミュージックビデオについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。